こちら、ピュアフィッシングのブースですね。まあ、今年の一押しはこれ MGX シーダっていうこのリールですね。まあこのリールの特徴、何よりもこの巻き始めがすごい軽いんですよ。このフリクションフリー構造っていうので、この巻き始めの軽さ、それから巻きのスムースさ、これはちょっとね群を抜いてますよ。で、まあ、もちろんドラッグももちろんいいですし、このベールもちょっと新しくなってまして、とても強度もあり、でこうハムのリールの特徴なんですよね。このベールの起こすのがすごい浅くてワンタッチでできるんですよね。これがまあすごく手返しが良くて僕は気に入ってます。まあ、このシーズンはこのリールがメインになって戦っていくんじゃないかなと思います。 2000SS っていう番手なんですけど、これを一番使うことが僕自身は多いです。この巻きの軽さ、もうこれはねずば抜けていいです。まあ、実際、10月半ばぐらいに、まあ、最初のサンプルを10月9月半ばぐらいかな、サンプルいただいてもう3ヶ月ぐらい使ってるんですけど、まあ、今のトラブルはもちろんなく、その巻きの良さっていうのはやっぱり本当に合い字引きを始めるときとか、まあ、ダウンショットでボトムついても最初のファーストタッチ、これがものすごい軽いっていうのはその瞬間のバイトを逃さないとか、あるいはこうとっさにこうパスがこっち向いてるな、一瞬パッと動かしたいっていう、こういうアクションがさせやすい、まあ、とってもアドバンテージが取れるリールだなと思ってます。コンクリュージョンで考えると、はい、小林さんのってあの羽織とリールの番手の相性って非常に重要じゃないですか、はい、いくつか番手があると思うんですけど、はい、小林さんの竿で合わせるんだったら僕の基準になる。僕はねもう2000番、2000番ほぼ2000番なんですよ。ある程度のやっぱ軽さを求めたいので、まあ、糸巻き量をもっと取りたいとか、そういう方は2500番使う方も多いんですけども、やっぱ軽さ、それとまあ使い勝手のバランス、これを考えると2000番が一番いいかなと思ってます。で、このハイギア、この SH、まあこのハイギアってすごく実は有利で、まあ、ラインスラックを使って釣りをするんで、そのスラックをいち早く取ること、それによっていち早いフッキングができる、これも重要になってきます。まあ、フックの方でもかなり工夫をして、やっぱフッキングのレスポンスっていうのはすごく重視してるんですけども、まあ、リールのそのハイギアっていうのもフッキングのレスポンスが上がるので、まあ、そういったことはちょっと注意して使ってみたらいいかなと思ってます。ほんと軽いですよこれ。回り出しがでもその感性でズバズバっていく感じでもなくて、はい、ピタッと止めたいところでしっかり止まるような印象なの、はい、それでもこの巻きの滑らかさもこれ最高。はい、だからスローに巻いたりとかゆっくりもデッドスローリトリーブとか、こういうのものすごい楽になります。あとはこの巻き始めが楽だとやっぱハードベイト、はい、ミノとかにもすごくいいなと思ってます。まあ、本当にねこれ結構いろんなメーカーによってこの厚さ深さって違うじゃないですか。僕はこのハブの比較的浅いこのベールの開け感っていうのはすごい好きで、まあ、これ実際このベールとスプールの距離見てもらうと分かると思うんですけど、これでライントラブル、これを減少させるっていうことも一応工夫として考えられてるんですね。森田の釣り間近で見てると本当、はい、ライトリグだけど手数重視というか、そうですね、すごい攻撃的なスピーディーな、はい、ライトリグが印象なので、はい、それがやっぱりこういう細かいメールの開始のスピードとか、はい、こだわってのあの強さなんですね。そうですね、これも本当に手返しを重視できる、まあ、ちょっとズバ抜けてるこの滑らかさ、まあ、このフレクションフリー構造って今後多分他のリールにも採用されていくと思うんですけども、まあ、とってもスピニングリールが楽的に良くなったって感じがしますんで、ぜひ本当に回しとりあえず回してもらいたいなと思います。ちょっとメグダス、メグダス来た、回してみて、メグダスの腕力を簡単に回る、右巻きなの、あ、でも逆に軽くなったから左巻きでも回しやすくなったと思います。どうですか、普段結構いろんなメーカーのリール使ってると思うけど、新しいアブのスピニング、回し始めがね、すごく軽いんで、止めて、一回手離して、持って、回し始めた。安心して。軽い。軽いんだ。まあ、今いつも右巻きだって言ってたんですけども、やりに変えたいなって思う人も、この巻き始めの軽さっていうのは、多分大きなアドバンテージになるし、試してみると、あ、これなら左でも巻き始めるわって感じになるかもしれないですよ。左に変えた方がいいですよ。ね、うん、右手の方がロッド操作がしやすいから、利き手が右手だったら左巻きにした方がスピニングはいいと思います。あとね、これ見てください、これ発
ちらが大体見たことある色でしょ。中身は一緒です。これね、EXD っていう、まあ、リールなんですけども、違うだけで紫に発売されます。小森さんから、いや、グローバルそんなに愛されてはないと思うんですけど、はい、でもね、とても僕のロットにステディースシリーズで合いますんで、ぜひ使ってもらいたいなと思います。こういうね、カラーコーディネートが結構ブルーのジーンズとか、まあ、ありますんで、こういうのは割と少ないですよね。まあ、ただ少しこう予算を抑えてアームのリール売りかなっていうところでもありますね。その紫色、覚えておきます。ぜひ使ってください。これはね、魚種を対応して頑張って使っていきたいけど、2種類、ハイギア と、ちょっとローギアの 5.4 対1と8.0対1っていうギアから、軽さにこだわりたいっていうんであれば、ハイギアの方が当然ワーミングの方に使ってもらって、ローギアの方がクランキングとかに使ってもらえたらいいかなと思ってます。